はい、こんにちは、速稼塾の久保です。今日はですね、8月29日の朝5時なんですが、まあ相場の方は動いてないんですよね、日曜日だから。ただね、あと31日と8月は残ってまして、まあ1ヶ月トータルでどうだったのかなってことと、それからね、週が明けたらすぐに、月末と月初が来ますんで、ちょっとね、混沌としてるんですよ。ここは非常にポジションが取りにくいところなんですけども、全体像をね、知ることによって、細かいところに、まあいろいろと思いを巡らすことができるかなと思いまして、今回の放送をお届けしたいと思います。それではまずはね、全体像を見ていきますんで、こちらの画面の方どうぞ。これ週足ですね。週足を見ていただくと、まあエリオット波動を覚えてますかね。ここから始まった波動がですね、エリオット波動に乗って、第1波、青いところで第2波、赤い第3波が長くって、第4波がここにありました。第5波があって、ここで一旦終了して、調整波に入ってますよね。で、調整波がこういう風に3つありまして、調整波の後は、こちらの頭を抜いて、上の方に行きます。で、新しいエリオット波動が始まることもあるんですよ、こうやって。ね、フラクタルで。でも、今回はそうではなくって、ぐーっとね、右下下がりになってきましたというのが8月の見方。8月はセルで取るよって言った根拠になります。で、これから1日足を見ていくことになると思いますけども、日足ですね。はい、日足はどういうふうに見るかと言いますと、ここで転換が起きてます、ここも転換起きてますって感じで、こういうふうにね、ここもそうですけどね、転換が起きているところがそれぞれ見て取れるかなっていうところです。で、今度は、こちらのね、下に下がっている順番なんですよ。買いと売りが交互に来ますけども、転換が起きていって、今、セルの流れでしょ？で、これ、日足なんで、7本が1週間になります。1ヶ月トータルで見ると、右肩下がりになってるってところが見えると思うんですよ。月の初めに8月はセルの方に進むよって言ったのが、これで、まあ、おおむねね、その通りになったってことが見えると思います。さあ、それで、この日足をもうちょっと細かく見ていくと、ここ横一線は、まっすぐ横に行ってですね、こっから上の方には、ローソク足がないですよね。ちょっとヒゲが見えてるぐらいで。要するに、こっから上に行ってもすぐに下の方に押し戻されてますよってことなんですよ。で、反面、売りの方っていうのは、どんどん下の方に伸びていってます。まあ、ですので放射状に広がっていくんではないかなっていうふうに思ったんですけども、この辺はね、今度は収束しているでしょ。だから、ここ1週間2週間では収束に向かってるんじゃないかなっていう放送になったわけなんですよ。収束ということは横ばいですから、横ばいということはその後のブレイクが待っているってことなんで、こっから上や下に跳ねるよっていう予測が立つわけですよ。その中で、じゃあ最初に戻ります。8月はセルなんで、どちらの方に行くかっていうと、ブレイクするなら下の方向に行くんじゃないかなっていうことで、回の時間足を見ていくことができるんですよね。ね、わかりやすいでしょ、これ。で、月の初めに言ったことが全部実現してると思うんですよ。で、こことここで上下の幅があるけども、次の幅はこことここになります。ね、それから、収束の線をこうやって引くとなるとですね、こういうふうになると思いますけども、ここでね、ちょっと小さなブレイクを起こして上の方に抜けて、上の方に抜けて、で、また真ん中に戻ってきてますね。ですんで、また横ばいが、成立してるんじゃないかなっていう中で、ちょっとね、この時間軸が、傾きが、右肩上がりになってるんですね。で、ここまで見たところで1時間の方に下ろしていきます。1時間の方ですけども、まあ、若干右肩上がりになったかなと思った4時間だったんですが、これはね、大きく見て、レンジを取っているっていう風に考えることもできるんですよね。ちょっと乱暴ですけど、こういう風に引きます。要するに、上の箱に当たると下に行くわけですよ、これが。下にね。下に行ってるでしょ。で、下の箱に当たると、まあ上に行くわけなんですよね。上に行ってるでしょ。まあ、こういう風に見ると、まあ、横ばいなんだろうなってことがあります。まあ、横ばいの中でも、上の天井に当たる、上底に当たる、回数が多かったんで、もしかしたら上に抜けていくんではなかろうかと
いうことも考えられるんですよね。まあ、こういったのを前提に30、31日、そして9月の1日、2日、3日という週を見ていくんですけども、今回ね、売りに入るか買いに入るかと予測をするんではありません。まあ、ブレイクするなら下の方向っていう方向性は あんまり変わってないんですが、じゃあブレイクをいつするのかってことになってきます。数字が出てきますよ。じゃあブレイクはいつするでしょう。はい、問題です。まあ、この下のゾーンがありますよね。だから109円の565を割って下の方に進むようだったらセールでエントリーでいいんじゃないですか。110円の335っていうのを、8月は大きなポイントとして動いてましたけども、そこは完全に割って下の方に来てるわけなんですよね。ですんで上に抜けた時の価格っていうのは110円の240がいいところですね。でも上に抜けることはまあほぼないだろうというふうに、今月今日29日に結論付けてみます。抜けるなら下の方向です。ですんでセルで準備するように、今回の相場解説は閉じさせていただきますかね。で、正確には30と31日の様子を見ながらセルの方に行くエントリーポイントをね決めていくんですけども、まあ109円のまあ610とかになるんじゃないですか。というところでね、月の初めからずっとお話していたことが完全に回収できて月末に向かっていくということになります。今日はね、いろいろとここまでの振り返りを申し上げまして、で結論としてセルの方で109円の610、ここ終わったらセルで入るというね、結論を今日までに出しました。あとは実際に30日の値動きを見ながらその日のうちにエントリーするのか31日にエントリーするのかを決めていくっていうことになると思います。はい、雇用統計もね、来週は絡んできますんで、大きな資金は入れないように、まあ、オイルリスクでエントリーするようにしていきましょう。それでは、今月の考察でした。